ヨーナタの星武道は、ロレイン・ハンズベリーによる戯曲の舞台劇、またはそのテレビドラマ化、映画化作品。シカゴの黒人居住区に住む一家が、死去した父親の死亡保険金により、白人居住区内の家を購入し、そこへの転居に至るまでの曲折を描いた作品。1959年、ブロードウェイにて、シドニー・ポワジエの主演で、上演される。これが、 黒人女性脚本家による、また黒人演出家による、ブロードウェイ初の作品となった。翌年のトニー賞には、作品賞、演出賞、主演男優賞、主演女優賞の候補となった。2004年とケニー・リオンの演出で、リバイバルされた際は、トニー賞の再演演劇作品賞候補となり、主演女優賞と助演女優賞を受賞。 二ヶ月ほどの限定上演だったが、2008年には同一メンバーが再集結し、テレビ映画として収録され、これも評判となり、ゴールデングローブ賞、エミー賞にノミネートされた。2014年のデンゼル・ワシントン主演で、リオン演出版が再演され、トニー賞再演作品賞と主演女優賞を受賞した。1961年に、ボワチエ主演、 ダニエル・ペトリ監督で映画化されたが日本はレンタルビデオリリース。1989年に演劇の映像化を収録するテレビ番組アメリカンプレイハウスでビル・デューク監督によってテレビ化されている。ありがとうございます。